いやっちゃうよ。大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカマジャチャやっていきたいと思います。まあ俺が一番多分得意なデッキですね。ということで、いきたいと思います。いきましょう。よいしょ。まあ、マジャチャ今使ってみて、最近ずっと使ってるんですけど、使ってる感じ ちょっとすいません。使ってる感じ全然強いんで、もう使っちゃっていいですね。強いかな、大丈夫なんかな、使ってみたいな迷ってる人は全然使っちゃって大丈夫ですね。よいしょ。言うの言うのしてって、これでまたなんか、いやまだ出さんの、何も出さんはずだから、ここでマジャチャ貫いていき、はいはいはい、ああいいですね、いいファイブ、これ飛ぶけどね。でもああオッケーオッケー、まあ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 、あとはなんだろうな、まあ、これ本当はタルババじゃない、ロリババでよかったんですけど、タルババで合ってるわ。なんですけど、とりあえず、OK。よいしょ。あー、だるい。オーブンってことは、これ三重子ですね。三重子。だるいですね。本当にだるい。でもこれ、工場があるんですけど、こっちちょっと無視して、こっちも許容して、ケスペッカでいきます。ケスペッカでいって、多分こっち工場が来ると思うんで、あちゃちゃ逆サイマジャーちゃ、いやーでも逆サイマジャーちゃっちゃうな、ファイボがあるんで逆サイマジャーちゃがあるんだよな。待てよ待てよ待てよ、考えろ考えろ。ここはマジャーちゃをやってファイボを出せて、こっち U の出して、マジでそれヤンキーすぎん。よいしょ、オッケー。あー逆いっちったよ、最悪だ。これ絶対絶対リクスはないからな。入ってこれ、オッケー。これ絶対これ取りますね。うん、これさすがに抑えるエリクスはないんで、オッケー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 、おいしいおいしいおいしすぎおいしすぎ。これは程よくすぎるタイミングで、よいしょ。タルババはこっち向かない、あー向いちゃった。ファイブが来ますね。陸気が多分いないと思うんで、ここでファイボ来て、親衛隊出すエリクサーなくて、ああ、灰にならないか。どうしようかな。まあ、まあ、三十式来たらポイズン打てばいいし、これで、親衛隊来たら、多分入るし。よいしょ。はい。はい、ガインと。まあ今、タルババを先に出したんで、タルババをタゲ取ってるんで、工場が入るんですよね。工場の延命ですね、今のは。おいしょ。おし、ファイボー、はい、巻き込まれない。オッケー。オッケー。え、オケたい、オケたい。オッケー、オッケー、オッケー。勝った、勝った、勝った。今のファインプレイでしたね。ああいう時は、親衛隊が来そうな時は、タルババを先に転がしてあげれば、良きってことが今分かりましたね。俺もあんまりやらないんですけどね。今ちょっと、いけんちゃうかと思ってやったらいけましたね。はいはいはい、どんどんいきます。よいしょ、よし。そうで、昨日の動画のコメント見てて、実写の画面がねちょっと小さいってコメントがあったんですよね。どうなのかな、俺的には別になんだろう、ゲーム画面がメインかなと思ってたんですけど、まあでも言ってもキヨキヨさんのとか見るとやっぱり半分半分ぐらいなんですよね。なんなら実写の方がでかいまであるし、そう考えたらやっぱそうなのかなってちょっと思ってきた、だんだん。ペッカでいいよな、普通に。あっちに足されたら何もできないんですけど、オッケーオッケー。オッケーオッケー。これエレキで。で、ちゃんとペッカの後ろに出してあげるのが大事ですね。カウンターの形があるんで、こうやってペッカの後ろ、あ、抜かせない。抜かすなよ。オッケーオッケー。これは、あー、なるほど。だるい、だるい。非常にだるいけど、これ一発ゲインが入る。あー、丸太。丸太あるんだ。今時丸太。なるほど。待て待て待て。わかんねえデッキが。あ、これあれだ。オッケー、わかった。ジャイガゴゴだ。あと、ギャング。穴掘りと、ギャングあったっけな、覚えてねえんだけど。あと、ザップとギャングがあって、これで三顔が来るな、多分。おや。来るんだけど、来るのは合ってたんだけど、これは一体だけ後ろ、うん、
っていうのをジャイギしかいないかな、受けは出さないか。でこれは相手が4か3か4アド取ってるんで、ここでケツジャイかな、多分か端前ジャイがゴムレどっちか。はい、ケツジャイ言うて1ぐらい2ぐらいでしたね、アド取られてるのは。まあまあまあ、まあ、俺には防衛っぽいもあるんで、でエレキと保険のマジアチャもいるんで余裕っすね、正直言っちゃうと。ザッピー固め出ししてあげて、ここに5を打たせられたら美味しいですね。はい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 、でーん、おいしょおいしょ、はい、チョロ Q チョロ Q と、おいしょ、はいはいはい、あんくらいはまあ許してあげて、こっち言うのとりあえず出して、端前じゃい、これちょっとやりにくいですね。はいはいはい、これでまあペッカ出してあげて、でこの言うのをガゴムレで処理して、ガゴムレかな、どうだろう。なるほど、これはもうポイズンでいいですね、シンプルに。であとは穴掘りガゴでエレキ読み5かなって感じなんで、高めにマジアチャ出してあげて、まあ何もできねえかなって感じではありますね。よいしょ、あーだるいね、まあ、これで何もできないですね。はい、ファイブが来るだろうからエレキを出してあげて GG という感じでいいですね。まあ今このデッキが本当になんだろうな、俺がファーストし一番最初に覚えてる人わかるかいるかわかんないんですけど、一番最初のあれですね、シーズン2の最初にゲームイズと戦ったんですよね。その時に俺が旬にペッカバンされたんですけど、ペッカバンされなかったらこのデッキを出す予定だったんですよね。そうそうそう、で旬がゴレとかラバが得意だから、ゴレとラバに勝てるまあペッカみたいな感じでやってたんですけど、だからあそこは本当はペッカバンが一番痛かったって話をねしたか覚えてないんですけど、翼、そうなんで、そうそうそう、だからあそこが確か9月、8月の末か9月の初めぐらいだったんですよね、ゲームに戦ったのが。だからね、どんくらいだろう、4ヶ月前ぐらいに流行ったデッキですね。4ヶ月前はこのデッキちょいちょいいたんですよね、普通に。そうそうそう、とりあえずマジアチャでぶち抜いてあげて、よいしょ、おい、いい反応速度ですね、だるいですね。よいしょ、とりあえずこれしてあげて、で多分これで想定できるのがギャンガーナ掘りですね。まあとりあえず小ジョバはやることないんで、あーなるほど、アウトローロイジャイ大砲、これ相手今1入りか2入りしかないんで、アイスピー、なるほど、アウトローを切るように、エリないんで相手今。絶対アウトロー出ないですね、これ。なんで、よいしょ。ギリここで出れるかな、ぐらいですね。はいはいはい。なんで、よいしょ。この多分、ファイブを出すエリはないと思うんで、とりあえずは、まあ、巻き込まれないように逆。あー !1 マスずれた、これ反応するかな、微妙。うん、した。よかったよかった。オッケーオッケー。ここはちょっとやることないんで、嫌がらせのタルババ転がしつつ、はい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 、はい、あーマジで、よいしょ、おいしょ、とりあえずまあ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 、あとはスキアイスピー、大砲が来るだろうから、これですね、またアウトローが回らないんで、スキアイスピーで回してくると思うんで、とりあえずスケを潰すマジアチャと、まあ、これにアウトロー出るかなって感じではあるんで、よいしょ、 OK、 ここかな、うんーマジで、こっちに5を打たして、こっちにエレキですね、よいしょ、まあ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 、許容許容、ここはアウトローですね。なんでここはペッカで受けてあげて、相手がこのペッカを処理しないとロイジャイ出せないっていう形を作ります。なんでこっちにワンチャン逆サイ来るかなって感じなんで、はい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 、まあ、とりあえずユーノとザピマル水産してあげて、まあ、こっちに5を出すしかないんで相手はね、まあでも折れないんで、どうせ折れないんで、まあまあじゃあつけてあげて GG かなと、よいしょ、まあ、これ相手も得りないんで、
はいと。オッケー。まあ、分かっちゃうんですよね。オッケーかな。よいしょ。ちょうど参照していい感じですね。ってことで、まあこんな感じのデッキなんですけど、ちょっとやべえ、咳が込み上げてきた。すいません。マジで、なんか多分喘息っすね。もう風邪じゃなくて、インフルの検査行ったんですけど大丈夫だったんで多分喘息っす。ってことでね、まあこんな感じでやってったんですけど、あれですね、まあ俺が好きなカードをとりあえずぶっ詰めて、まあ前にあった4ヶ月前に流行ったデッキではあるんですけど、まあここ最初ね、ベビドラ迫撃にも勝ちたいんでベビドラとかにしてたんですけど、それだとちょっとやっぱなんだろう、ホグとかザッピーをかわされると、あのちゃんとなんだろう、止めれるユニットがいないんですよね。ユーノとかペッカマンいるんですけど、なんだろう、アイゴレホグとかをペッカ以外で止めれるユニットがいなくなっちゃって、なんだろう、縦プラスの何かしら、縦プラス、まあアイゴレ工場でも何でもいいんですけど、今やっぱアイゴレもちょいちょいそういうのもいて、やっぱ縦プラスの何かを止められるユニットがザッピーがかわされるといなかったんで、だまあエレキかなって感じですね、ベビダルじゃなくて。てな感じで割と安定して、昨日も12勝したんで、これでまあ余裕でしたね。あのクロスに勝ってリップあるかな、結構うまくいったんだけど。じゃあ最後にこれ見て終わります。よいしょ、長いか、ちょっと2倍速でいきますね。まあ、これはね、最後の方はうまくいったからね、ちょっと見てほしいだけです。そう、なんですけど、これはね、まあ、ペッカでのクロスに対する勝ち方ですね。そう、まあ、2倍に入るまでは、お互い、本当に、なんか一番、なんか本当に一番 2.6 がうまいって言われてる、ダンクガノンっていう、海外のね、前、本当に2日前ぐらいのグローバル大会で150勝してた人なんですけど、その人が、本当に、なんだろう、マルチとかでもやっぱ当たるんですよね。当たるんだけど、本当に自分から攻めクロスは全く動かないんですよ。本当になんだろう、延長の残り1分になっても、ずっと防衛クロス、ケツアチャセパーみたいな感じの行動してきて、ずっとね、なんかもう引き分けが勝ちかみたいな動きをしてくるんですよね。で、こっちがちょっと耐えかねて、攻め急いでるところをうまく防衛して、カウンタークロス一発で持っていくみたいな、そういう立ち回りしてくるんですよね。うん。なんで、まあ、本当にお互い様子を伺い合うって感じですね、クロス相手には。で、2倍に入ったら、こっちもできることが増えるんで、まあ、ちょっとエリアを取ったなって、こういうところで、ね、エリア取ったなって感じたら、まあ、ザッピーセパー、とりあえず、あれですね、決めるには、やっぱ、ケツペッカしかないんですよね。端前ペッカしてるうちは、絶対に攻撃は通らないんで、こうやって、なんだろう、守られるか、まあ、ちょっとだけね、ちょっとだけかもしれんけど、エリアが取れるみたいな感じなんで、とりあえず、エリアドが取れてないうちは、端前ペッカーで、タルババを構えて、ペッカーが橋渡る寸前に絶対スキが来るんで、同じタイミングでタルババを転がしてあげるっていうのを、とりあえずやるって感じですね。で、こういう感じでナーナーで進んでって、ま、で、もう少ししたら、これポイズンってケツペッカーするんですよね。で、ケツペッカーして、ここがポイントなんですけど、1枚切りました。はい、アーチャー1枚。で、アイスピー、はい、2枚。スケ3枚。で、ハイテスラ立てて、ここ4枚切ったんですよね。ここで絶対にクロスが来るんですよ。逆サイに。ペッカー以外でちゃんと受けれるユニットが、ペッカーデッキにはいないんで、でここでね、読み言うのをかましてあげて、まあ、俺が気持ちよくなるだけの動画なんで、ちょっとまあ勘弁してくださいって感じなんですけど、まあ、ここでね、今の言うのを出してあげて、ちゃんとね、これで、防いでって感じですね。本当に、俺が気持ちよくなるだけの動画なんで、ちょっと勘弁してください。これ、ポイズン、ってかな、ポイズン打ったよね、確か。ポイズン打って、ガインが入って、はいはいはいという感じで、で、はい、もう一回やるけど、これテスラが間に合っちゃって、ガインが持ってかれて、まあまあ守られるって感じですね。まあ、とりあえずこれでもう一回エリア取ってるんで、まあ攻めなきゃいけないんですよね。ここまで削ったらポイズン3発圏内なんで、絶対に勝ちに行きたいんですよね。で、これはまあペッカかな。ペッカで受けてあげて、はいはいはいと。まあ、マジャチャですね。スケとかアイスピをちゃんと潰すために、まあマジャチャを出してあげてって感じで。相手も本当はこっちにスケを出して、クロスを延命したかったんですけど、ザッピーをね、ちょっとでも入れちゃいけないんで、相手は。なんかこっちに。で、これは工場で竹取りつつも、まあ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 っていう感じで。まあ、ザッピー出してあげて、
まあ、タルババですね。とりあえずタルババさえ手持ちに持っておけば、クロスは大体守れるんで、タルババをちゃんと手札に持っておくっていうのが大事ですね、対クロスは。なんで、まあ、U の工場って攻めてあげて、まあ、攻めて、出してきたユニットにポイズン打つだけなんで、こうなったら。で、ポイズン2発圏内なんで、まあ、30秒のうち2発打つという感じで意識してたんですけど、まあ、ガイインが入って、GG と。いう感じで、まあ、こんな感じですね、クロスは。まあ、マジ何の時間だったんって感じではあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、これは見てほしかった。あの、手札4枚数えてるので、ね、読み言うのを見てほしかっただけです。はい、ということで、まあ、今日はこの辺で終わりですね。で、この後、今日木曜日なんですけど、キョウキョウさんちにね、まあ、何もなければ、ちゃんとなんか、何かしらのね、事件とかなければ、予定通りに進めば、ちゃんとね、キョウキョウさん宅に行って、またね、動画を、まあ、何本ずつかは決めてないですけど、多分、まあ、少なくとも1本は僕のチャンネルと、キョウキョウさんのチャンネルでね、撮ってもらうと思うんで、またね、コラボ動画があるんで、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。ということでね、まあね、この動画、毎日動画出してるんで、まあ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。